八ヶ岳新境地に下山ショート動画バージョンの総集編。内容はほぼ同じだが見やすい構成に再編集した。見てると怖い。新境地下に行きます。おかしいです、あの人下に掴んでないよね。かなり急なんですけど、僕はあの遠慮なく下に掴んできます。保険は大事だよ。おかしいよ、鎖につかまないルートを選んでるよ。この続きはまた明後日だよ。僕には無理ですよ。怖っ。それを掴んで20に下ります。さあ果たしてどこまで。この続きはまた明後日だよ。さあ果たしてどこまでゴープロちゃんのメモリーが残ってるでしょうか。これは大丈夫ですけど、メモリーカードのメモリーがなくなっちゃいますよ。やばい、やばい、危ないルート。そのまま新境地もうねつられちゃいました。この続きはまた明後日だよ。じゃあ一緒に歌っていきましょう。新境地尾根とお寺は何か関係あるのか分かりませんけど、寺がつく名前です。新とつくあたり本当の意味っていう感じじゃないですか。今日は教科書の今日寺なんか すごそうの名前です。コースもすごいです。難しいです。見てください、あの鎖を使わない頭のおかしい人と鎖を使う僕のゆるクライミングとのクライムダウンとの違い。この続きはまた明後日だよ。手間取るともういなくなっちゃいそうです。よいしょ。よいしょ。こんにちは。この続きはまた明後日だよ。すみません。こんにちは。ありがとうございます。おそらく
僕は革新部の第1段階クリアです。第2段階があるかどうかは下調べをしないので分かりません。おっおっ、まあやばいルートっていうのはよく知ってますが、見上げるとこんな感じです。やる気満々です、前の人は。この続きは、あ、またですか。なんか前の人高所恐怖症とかって言ってたんですけど、絶対嘘ですね。忘れてたとか言ってたし、絶対嘘ですね。下につかずにひょこひょこ歩いて、で僕も釣られてひょこひょこ歩いちゃいましたけど、怖い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 感じです。夜には禁物です。おうおうおう、この続きは、こっちで降ります。よいしょ、危ない。この続きは、その辺は多分危ない部分の第2段階って感じですけど、この続きは、皆さんに釣られてちょっと早いスピードで降りてる、これは僕の守備範囲を超えてます。危ないです。というわけでゆっくり下ります。安全第一、ゆる下り、鎖を使ってゆる下り、ショット、先を行く人は辛口下りです。よいしょ、よいしょ、よいしょ、この続きは、楽しいですか？怖いです。
いや難しいですよ、なかなか。この続きは。座りに触って。ゆるくらり。よいしょ。姿が見えなくなってしまいました。見えたら姿を荒らしてくれました。この続きは。ここまでウニプラ撮影を終了しようかと思います。よいしょ。いや先を行く人は多分あの人は奥方西方どころか西方奥方行けるんじゃねえって感じです。じゃあいやじゃあ撮影を終了します。イヤホー。この動画を気に入っていただけたら高評価、チャンネル登録をしていただけたら嬉しいです。